久保さん、今回情報商材完全バイブルにしましょうか。まあ、さっきね、ちょっと動画撮ってたんですけど、まあ、こちらね、僕が出版して、まあ、このね、本にもね、久保哲郎の名前、な何ページだ ?400 ページだったかな ?400 ページに久保哲郎さんのことが書いてあると思うんですね。400ページ。400ページぐらいだったかな。うん。 多分4あ400ページじゃねえな、まあ、とりあえずなんか久保さんのことが書いてありますそう久保さんの久保さんで、ね、久保哲郎が書いてありますから,、はい、こ,ちらこれもう何年前だこれ初版が初版が2016年なんで4年6年前ですね6年はい6年経ちましたね6年 まだ売れます <laughs>。まだ売れます。ありがとうございます。6年経っても <laughs>。いやあ、ありがたいですね。で、あとはまあ、これね、中古価格がまだどうなんだなんか、落ちてないんですよ、6年経っても。ね、なんか、ありがたいですね。本当に。そう、ありがたいことに。あ、 値段落ちてないですね。中古品が2400円。一番安いので2400円ぐらいですか。はい。ということは、新品がこれ1900円プラス税な。まあ約2000円なんですけども。値崩れまだしてないですね。ありがとうございます。新品は4300円。一番高いので6000円ありますね。ありがとうございます。中古が16個出てる。3900円、4500円。 6000。ありがたい。これありがたいですね。これいつ値崩れすんのかな <laughs>。伝説の本ですね、もうね。まあ、情報商材完全バイブルっていう本を、まあ、このタイトルで出す人は多分いないと思うので、僕ぐらいだと思うんで。いや、ありがたいですね、これはね。うん。6年経ってもまだ値段が落ちないっていうね。うん。ありがたい。 ありがたいです。いってらっしゃい。